カー等です。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは4番ライスシャワー、当選状だ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ライスシャワー、4番会長に飛ばして行きます。先頭は4番単身で飛ばして行きます。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。さあ花に立ったのは4番、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は6番、外目をついて17番、その内並んで8番、さらに外から当選状だ。内で13番、後から3番、そしてその外から行ったのはライスシャワー、後から成田大使、外から行くウイニングチケット11番、並びかけてきた少し後ろから1番、1馬身差5番、7番、並んできた向こう上面に入って先頭は4番。順位を振り返っていきます。4番まだリードをキープしています。続いて17番、3番手当選状だ、その外並んで3番、5番手、6番、少し後ろから13番、すぐに続いて8番、1馬身差ライスシャワー、1馬身離れて成田大使、そして外目をつきましては11番、少し後ろから1番、それを見るように5番、そしてウイニングチケット、それを見るように7番、すぐに続いてアドマイヤベガ。第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。17番、ここで抜け出した。この直線で勝負が決まるぞ。ライスシャワー前を狙っているぞ。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのは17番、ライスシャワー行きました。見事なごぼう抜きを見せる。抜け出したのは17番、だが後続も追いすがる。200を通過、これは強い。ライスシャワー足色は衰えない。2番手争いは17番、当選状だ。勝ったのはライスシャワー、見事な走りで勝利を手中に収めました。ライスシャワー一等星の輝きを見せ、クラシックへとつながる道へ第一歩を踏み出した。2着には17番、3着当選状だ。